はい、皆さん、こんにちは。レクセンニコースの川原です。今回はですね、2022年度、不動産鑑定試験ですね、論文式試験最終合格を果たされました、足立剛さんをお招きしまして、私との対談という形で、いろいろとお話を伺っていきます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、合格おめでとうございます。ありがとうございます。合格発表ってどうやって確認されますかね？その時会社にいたんですけど。で、みんな周り囲まれてる中ってことですかね。が、ちょっと恥ずかしかったんで。恥ずかしくはないと思います。一回会社の廊下に出て、あ、はい、で、スマホで見てたんですけど、はい、なかなかアップロードされなかったんで、出てこないんですよね。はいはい、会社のパソコンに戻って確認。あ、そうだ、結局。はい。なるほど、なるほど。でもネットで見たんですね。はい。あ、よかったです、本当に。足立さんは、学生の時代から勉強を始めて、で、担当免除制度をうまく使っていただいて、今年最終合格が発されたんですけど、なかなか学生の方にこう鑑定士ってこうね、なかなか馴染みが薄い資格なんですけど、まずその、始めたきっかけですね。なぜこう鑑定試験始められたんですかね。はい。最初は、まあ、在学中に、漠然と就職活動について考える中で、まあ、将来の自分のキャリアの軸になるような強みが全くないなということが、そんなことないと思うんですけどね、自分で思って、はい、思いまして、はい、で、まあ、一番興味があった業界としては不動産業界があったので、その中で、まあ、一番難しい資格として、不動産鑑定士を目指そうと思いました。うんうん、なぜ不動産系に興味があったんですかね？高校生ぐらいの時に地元の駅が再開発されて、うん、それで街が結構大きく変わったんで、うん、それが一番興味を持つきっかけ。あ、すごい。へえ、その街が変わったので、へえ。ちなみに、不動産鑑定士が最高峰ってなぜこの感じだったんですかね？まあ、レックの、学校の、うん、本屋に置いてあった、うん、まあ、レックの、あ、パンフレット、いろんなパンフレット見て、はい、そう書いてたんで。ああ、ご覧になっていただいたんですね。はい、あ、わかりました、わかりました。まあ、ってことは大学の何年生から勉強始めたの？大学の3年の5月ぐらいから始めました。じゃあ、まあ、まさに僕、京都にガイダンス行かせていただいたんですけど、はい、ガイダンスあたりの時から始められたんですね。あの辺です。あ、じゃあ僕に騙されて入ったってことですね。でも本当にこう、毎回その後のガイダンスもね、こう来ていただいて、はい、本当にこう、ずっとこうね、やってた感じなんですけど、ね、はい。あと、こう予備校って、まあ、タコさんといくつかあると思うんですけど、なぜこう、レックを選んでいただけたんですかね。まず、初年度、最初にレックを選んだ理由は、うん、大学生の、うん、まあ、料金が安いっていうのと、学割がありますね。そうですね。大学生でさらに安くなるっていうので、はい、魅力的と思って、はい、最初は1年目レック。はい、で、2年目以降は、1年目の試験受け終わった自分のこう体感として、うんうん、このまま続ければ受かるかもしれないなと思ったんで、そのままレックで継続しました。はい、なるほど。じゃあ、1年目であるとこ信じてもらえたって感じですよね。はい、わかりました。まずはその、大学生、その学業との、並行で、で、まあ、お仕事されてからですね、お仕事とのこう並行でこう勉強する。その、なんか、こう、両立させる、こう、難しさがあると思うんですけど、はい、なんか自分なりに工夫してたことってありますかね。まず、大学生の時は、うん、学校の単位をもう、できるだけ早く取り切るっていうのを意識しました。でも、じゃあ4年生の時はほとんどもう取れてる状態だったってことですかね。は、ゼミだけって感じでした。ああ、なるほど、なるほど。じゃあもう、ほぼ行かなくていい感じですね。なるほど。で、働き出してからは、うん、やっぱ仕事終わった後はそんなに勉強集中できない日も多いんで、うん、まあ、1日最低、もう、決めた単元のここだけみたいな感じで、うんうん、その、あんまり勉強を広げずに、うん、まあ、そうですね。ポイントだけを毎日やってる。か小さいハードルをいっぱい作って、クリアクリアで、そういう感じで。感じですかね。わかりました。じゃあまずね、ちょっと鑑定試験って担当と論文に分かれてるんですけど、はい、ちょっと前になると思うんですけど、担当の時の勉強ってどういう感じでなさってましたかね。はい、まず行政法規は足別と当連を、多分3回から5回ぐらい回す。なるほど。まあ、最低3回ぐらいって言われてて、3、4、5回、5回。で、はい、苦手な、僕、建築基準法が確か苦手だったんですけど。うん、難しいのが出ますからね。そうですね。はい、それを意識しながらって感じです。はい、で、鑑定理論は、はい、まあ、論文を見越して、基準の暗記を基本的にまあ、徐々に進めていってたんで、うん、まあ、そんなに、
担当だからこういう勉強したっていうのはない。うん、そうですね。論文対策が一番担当対策になるので、だから特に担当対策意識せずに、まあ論文対策メインでやってたって感じですかね。わ、はい、かりました。じゃあこの論文の方ですね。論文ってこう民法経済会計鑑定で4科目あるんですけど、はい、まあこの科目間のバランスみたいなものってどういうふうになさってましたかね。は、鑑定理論が 40%。うん、半分弱ぐらいですね。で、民法が次に多くて、まあ、30% ぐらい。結構多いですね。ボリュームが多いからですかね。もともとは全然できなかったんで。学部って何学部ですか？法学部。法学部なんですけど。はい、なるほど。でもちょっとまあ、苦手意識あった、ね。初期が全然できなかったんで。なるほど、なるほど。で、経済と会計が 15% ぐらい。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。わかります。この中で得意な科目ってありましたかね？得意なのは経済学が得意でした。ああ、なるほど。どの辺でこう得意っていうか、そんななったんですかね？まず暗記量が少なくて、そう、理解重視の科目ですからね。っていうのと、はい、回答を書いていくときに、うん、まあ、数式とグラフで表現できるんで、そうですね。はい、こう自分の考えてることが、文字ではなくて、うん、こう、うん、目に分かるように表現できるっていうのが、自分に合ってたって、ね、思考の整理がしやすかったかなと。そうなんです。森田先生が喜んでると思うんですけどね。暗記科目じゃないんだって言ってるんですが。なるほど、なるほど。ちなみに苦手な科目ってありましたかね？苦手な科目は会計学が苦手です。ああ、そうですか。どの辺が苦手な感じですかね？会計学は、うん、まあ、暗記はそんなに多くないんですけど。まあ、ちょっとそうです。理論と比べると、そうです。なんですけど、その会計学上の学術とかを書いていく中で、うん、具体的なイメージをどうしてもつかめなくて。手続き科目ですからね。そうです。それでちょっと何回暗記やっても忘れてしまうし、具体的なイメージがつかめないっていう感覚があります。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。意外と関係学苦手する方もいらっしゃいますね。そうですかね。はい。じゃあ、その、得意科目だった経済学ですね。具体的にどういう感じで勉強なさってましたかね。はい、毎回問題解くときは、うん、やり直しの時でも、まあ、初めて解くつもりで、うん、最初の問題から流れがあると思うんで、うん、それをの、まあ、式をしっかり解いたり、うん、グラフを紙に書いていったりして、うん、自分の考えてることをずっと書いていくっていう勉強方法、うん、常にグラフを書くみたいな。そうで、常にこう自分でこう理解をこう図面化するというか、そういうことですね。そういう感じ。わかりました。じゃあ、苦手な会計学はどういうふうにこう、まあ、克服法なんですかね、勉強方法で工夫された点ってありますかね。は、途中からもう理解はそこまで目指さずに、うん、もう当連とかもし効果系にあることを、うん、この単元が出たらもうここまで書くっていうのを決めて、うんうん、それをもう、ほぼ丸暗記するような。まあ、なので、まあ、ある意味、レックで提供した教材に、かなり絞り込んで、もうその繰り返しで対応するんだって感じですかね。はい、まあ、それでも十分そうですね。範囲が狭いんで、いける科目だと思うんですけどね。はい、じゃあ、私の担当している鑑定理論なんですけど、まあ、どちらかというと、得意不得意だと、どちらの科目ですかね。どっちかというと苦手です。痛い。なるほど。どの辺が苦手でしたかね。まあ、やっぱり、そうですね。まあ、単純に暗記量が多いっていうのと、はい、そうですね、何をどこまで書けばいいのかっていうのが、初期の頃は全然つかめなかった。なるほど、なるほど。そうですね。わかりました。暗記、それなりにやっぱりこう苦労すると思うんですけど、はい、どういうふうに暗記ってされましたかね。最初は、レックが出している128個の基礎的な、うんはい、暗記ノートっていう形で提供する、はい。はい。それを繰り返して、うん、で鑑定評価基準の、うん、まあ、基礎的な部分、全体の中の基礎的な部分を固めて、うん、大枠を掴んだって感じですかね。で、その後に、はい、まあ、モバイルで暗記を次やって、はい、で、だんだんこう、太くしていくっていう。ああ、なるほど。まあ、だから、目次代わりに128フレーズを覚えて、はい、そこからこう、モバイル等々で繰り返しやって、広げていくみたいな感じですかね。はい。なるほど、なるほど。何ですか、細かい理由事項とかもあったと思うんですけど、はい、その辺ってなんか、自分なりこう、工夫した点ってありますかね。類似項で覚えにくい、こう列挙形式の覚えにくいやつは、うんね、語呂合わせを作って、それで覚えます。なるほど、自分で語呂合わせとか作った感じですか、ね。まあ、先生のと、うん、まあ、自分のとっていう感じ。なるほど、工夫されたって感じですね。はい、なるほど。ちなみに、こう、こう、書く派、声に出して覚える派、はい、目読派とかいろんなパターンがあるんですけど、はい、暗記って具体的にどういう方法だったんですか。声に出して読む派。ああ、そうですか。なかなか外ではできない感じですね。そう、家とかで、うん。ブツ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 言いながらね。やっぱ声に出した方が、まあ、耳からも入ってきてみたいな感じですかね。そう。あと、まあ、書くのはちょっと疲れちゃう。そうですね。どうしても書くのは時間かかっちゃいますからね。はい、じゃあ、まあ、声に出して読む派で覚えていったって感じですね。
わかりました。じゃあ、あと、レックがこう提供している、こう、いろいろ、こう、講座とか教材とかあったと思うんですけど、こう、はい、勉強する上で、こう、特に、こう、これ役立ったな、みたいなものってありますかね。まずは、モバイル。あ、はい。で、もう一つは、全科目なんですけど、はい、ソーザライ講座。あ、なるほど。が、特に良かったなっ。なるほど。モバイルが今日ね、持ってきていただいたんですけど、これですよね。やっぱね、皆さんボロボロになるんですよね。セールテープでやっぱ補強されてますよね。こう可愛いマークついてる。友人と区別するためになんかマーク貼られたって。ね、はい。で、これにいろいろ書き込んでるって感じですかね、なんか。そうです。はい、その覚えにくいところとか、うん、まあ、鑑定評価基準無機質な感じなんで、はい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 、それにこう、まあ、印つけたり、うん、線引いたり、強調したり、はい、ね、枠作ったりして、はいはい、いろいろこう、いろんなこう、使い分けされてますよね。はい、マーカーも色分けしたり。丸つけたり、カッコしたり、下にメモ書きとかあったりとか、自分なりに、まあ、これに情報を集約してるみたいな感じです、ね。鑑定理論は全部こっちに。なるほど、なるほど。これで覚えたって感じですね。ほんと、そうじゃない。そうじゃない。確かにそうですね。こうなんかまとめの教材なんで、結構、最後の本試験まで持ってくる教材って、その科目もこう意識してるんですけど、はい。じゃかなり役立ったって感じですかね。そうじゃないはやっぱり、そうですね。重要論点を、うん、まあ、一番多分手軽に拾えて、うん、で、本試験で書いても、うん、書き負けないぐらいの回答があるんで、うん、それを繰り返してると、うん、やっぱり多分一番少ない勉強時間で、うん、まあ、論文受ける上での最低限の力が、うん、そうですね。まあ、それなりにどの科目も問数がありますからね。あれを一通りちょっとクリアできると、はい、そう、軽く土台作りにはなると思うんですけどね。ちょっとうまくここで活用していただいたって感じですね。わ、はい、かりました。じゃあ、あと、その、こう論文書く上で、なんか、はい、特にこう意識していたり工夫した点ってありますかね。文章のメリハリを一番意識しました。うん、で、具体的には、うん、まあ、自分の知ってる論点を網羅的に書き続けるんではなくて、うんうん、全問で何を聞かれてるかであったりとか、うん、まあその自分の書いてる文章の流れを、うん、まあ意識して、うん、特にこれだけは絶対落としたらいけないだろうっていう論点を分厚めに書くということを意識しました、うんうんうん。なるほど。だから何でもかんでも知識を書くんじゃなくて、まあ逆に言うと問いに素直に答えるって感じですね。多分試験がこの問題が一番聞きたいのはここだなっていうのを感じ取って、そこを厚めにしっかり書いたって感じですね。はい、そういう感じです。あともう論理性も。論理性重視っていうのはちょっと民法とかでも結構そう役立ったんじゃないですかね。民法、途中からはできるようになって。うん。だからそれ意識することになって、民法の問題も良くなってきたって感じですかね。はい、わかりました。その論文、こう、添削が、こう、通信生の方と私どもこうやり取りになってくると思うんですけど、はい、まあ、一応こう、自分たちのなんですけど、できる限りこう、丁寧な添削を心がけてると思うんですけど、はい、その辺ってこう、受講生さんサイドから見て、どう感じていただいてましたかね。まあ、時には、厳しい採点もいっぱい。僕は厳しかったです。いただいたんですけど。あ、まあ、点数的に。あ、多分一番厳しかったのは豊川先生だったんですけど。あ、そうです。なんですけど、はい、まあ、間違えてる箇所の指摘と、はい、こう考えてるから間違えてるんじゃないか、みたいな指摘は結構もらってたんで、うんうん、自分ができてないところを、具体的に意識はしやすくなったかなと。なので、その復習する際の指針として、はい、まあ、役立てさせることができたかなって感じですかね。わかりました。あとは、まあ、鑑定試験ってある程度長丁場になっちゃうので、どうしてもこうモチベーション維持とか、はい、時にこうスランプとかなって、その克服とかも必要になってくると思うんですけど、そのあたりってどういうふうにやられてましたかね。僕は勉強を全然集中できないときは、うん、もう普通に遊んだり。ああ、もう割り切ったってことですね。はい、逆にこう、メリハリっていうか割り切りがしやすいタイプなのかもわかんないですね。そうかもしれないです。なるほど、なるほど。じゃあもう、本当にもう、思い切り遊んで、で、切り替えてまた勉強に戻るって感じですかね。そう、もうやるときは、うん、まあ、それでも一日十何時間とか僕できなかったんですけど、うん、まあ、やるときはやるけど、うん、もうやる気ないときは、思いっきり、うん。なるほど。その方が、その、次にまた繋げられるって感じですかね。そうです。ああ、なるほど。それで自分のタイプがそういうタイプかなって思ってたってことですかね。いや、でもここまで長く勉強を続けたことがなかった。うん、なるほど、なるほど。はい。自分はこういうタイプなんだなって改めて思った。なるほど。この試験を通じて、こういう時は思いっきりこう、遊んだりじゃないですけど、リフレッシュした方がいいんだなって、はい、こう気づけたってことですかね。なるほど。わかりました。こう、実際こう、勉強されて、こう、受かって、こう、実際この鑑定試験ってどういった人が受かりやすいと思いますかね。まあ、さっき僕は、集中できない時は遊びましたって言ったんですけど、うん、
やっぱ継続した努力を続けられる人が。あ、でもそのリフレッシュ方向も分かってるってことは、ね、継続してるってことだと思うんですけどね。あ、そうですね。うん、なるほど。こう、コツコツできる人って感じですかね。はい。なるほど。まあ、そうですよね。例えば暗記とかも結構、ずっとやっていかないといけないですよね。そうです。暗記が特にやっぱ、うん、続けていかないとボンボン忘れていくんで。ああ、そうですよね。こう、チェックとかメンテナンスが必要ですもんね。はい、だから、こう、粘り強くできるかどうかみたいなものがやっぱ必要って感じですかね。わかりました。じゃあ、今年令和4年度の、論文式試験。実際、こう、3日間論文試験を受け終わった後の、自分なりの手応えみたいなものはどうでしたかね。100% の自信はなかったんですけど、うん、7割ぐらいこれ、いけたんじゃないかなっていう感覚です。ああ、そうですか。なるほど。去年も受けられたと思うんですけど、はい、去年と比べても全然今年の方がいいって感じですね。そうですね。一番手応えがあって。ああ、それはすごい良かった、それも。ちなみに今年の、まあ、例えばじゃあ、鑑定の論文4問って、その、はい、かけるかけない、どんぐらいかけましたかね。感覚、全体は多分6割から7割ぐらいかけてて、うんうん、まあ、難問とか、うん、まあ、今年1章の問題があるんですけど。そうですね。もう、この、もう、ちょっと、びっくり、びっくり1章ですよね。そんな、褒められた答案ではない。でも、多分みんなそうですからね。と思うんですけど、まあ、最低限の、うん、まあ、守りの答案がかけて、はいはい、で自分の得意としているような問題が、うん、は、うん、まあ、しっかり、厚くかけたかなと思って、うん、なるほど。だからまあ、多分それ勉強してきたからこそ自信だと思うんですけど、まあこれは多分他の人も書けないから問題ない。はい。でここはある程度準備できたらしっかり書けたみたいな。はい。それがこう、ある程度ハマったとか自分で感じられたって感じですかね。はい。演習って最後までいけました？演習は、資産価格の、うん、鑑定評価額の決定はやって、うん、資産価格の調整を、うんうん、こう戻って、うん、理由それが途中で終わったぐらい。でもほぼほぼ終わりって感じですね。なるほど、なるほど。あ、まあ、その前の年が難しい問題だったんで、ラストデーと比べるとかなり、じゃあ演習に関しても、ある程度できたかなって感じはあったって感じですかね。そうですね。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、その、先ほどもね、合格の、そのね、確認の方を確認、お聞きしたんですけど、実際合格した時のこう素直なこう感想ってどうでしたかね。よかった。今も伝わってくる。僕もね、ずっとこう、京都のガイダンス来ていただいたんで、こう連絡いただいた時に、本当に、で本当に、本当に思ったんですよね、はい。やっぱ安心したって感じですかね。ほっとして。まあ、お友達もそうですけど、どちらかというと去年受からせてあげなきゃいけないようなお二人だったんで、なかなかね、本当は、確かにこう、この一年は、それは、それでちょっと大変だった一年だと思うんですけど、まあ、よかったなって感じですかね。とりあえず やっててよかったな。ご家族とかも喜ばれてたんじゃないですか。結構喜んでた。そうでしょうね。それはとても実感が湧いて、はい。はい。ありがとうございます。一応その、レックは、こう、基礎力を重視した講座と連で、まあ、その、まあ、合理的と言いますが、できるだけ負担少なく合格させるっていうのが方針なんですけど、その方針って、こう、実際、こう、受験されてみて、どうでしたかね。まあ、合格に必要な知識を段階的に積み重ねていくんだったら、うん、とてもやりやすい、うん、まあ、講義と教材だったかなと思ってます。うん、で、まあ、本試験で合否を分ける差がつくのは、うん、まあ、多分基礎力のところの、ね、まあ、厚さなんで、うん、そのレックのやり方っていうので、うん、まあいいんじゃないかな、うん。そうですね。まあ、やっぱり、基礎重視の傾向が続いてるんで、やっぱり結局、合否決めは最後そこですからね。はい、ところで、まあ、ポイントになるって感じですかね。あと、まあ、レックではその、本試験傾向とか、試験員とかの分析をしっかり行って、こう、当連とかもし出してて、まあ、一応よく当たるってこう言われてはいるんですけど、はい、その辺って今年受験されてみて、その、まあ、的中度と言いますかね、はい、当たった観点どうでしたかね。僕、今年で3回目の論文試験だったんですけど、うんうん、今年ももちろん当たってたし、うん、まあ、過去3回も、うん、多分レックの模試と当連でやってた部分をできてれば、うん、多分合格はできるぐらいの、うん、まあ、カバー度合いだったかなと思って、うんうん。そうですね。まあ、それなりに、まあ、実は理論ともかく他の教育科目が結構当ててますね。まあ、結構。まあ、当たってると、なんていうか、本試験で安心して書けますからね。その精神衛生上すごい、こう、はい、なんか落ち着いて、問題解けるっていう意味でもかなり効果はあると思うんですけどね。わかりました。私のまま先ほどにこう、卒業してから、こう、鑑定事務所で働きながら、今年は勉強されてたと思うんですけど、その、鑑定事務所で働くっていう、こう、受験上のメリットみたいなものってどうでしたかね。一番のメリットは、試験に合格した人が、うん、まあ、たくさん在籍しているっていうことだと思います。うんうん、
で、まあ、いろんな方の、うん、まあ、試験に向けてどういう勉強のモチベーションで行ってただとか、うん、今の時期はこのぐらいできてれば、まあ、大丈夫だろうとか、うん、そういう話いろいろ教えてもらったんで、それは良かったかな。あ、なるほど、なるほど。その、仕事の中身が勉強の内容につながるとか、そういう面はありますかね？鑑定理論は、うん、かなりある。あ、そうですか。じゃあ結構イメージが湧きやすかった。そういう面もあったって感じですね。そうです。特に実務でやるような、うん、ま、論文式だとちょっと癖のあるような問いでも、うん、実務だとしょっちゅうやるようなことがあるんで、それが、まあ、具体的にイメージはつきやすいかな。うん、その基準を暗記するやつの理解というか、暗記の定着度に役立つみたいなイメージが持ちやすかったって感じですかね。あとは、ま、事務所ですと、直前の試験休みとかもらえたりするんですか、ね、あ、2ヶ月もらいました。あ、そう、2ヶ月直前休みが大きいですね。はい、一般の企業なかなかそこまではもらえないので。そうですね。まあ、そういったメリットはあるかもわからないですね。はい、あと、まあ、今年、こう、ズバリ、こう、最終効果を果たせた、こう、なんでしょうかね。一番の、こう、決め手みたいなものって何でしたかね。は、やっぱ、高坂先生が、のれんを当ててくれたと。また来ますね。神降臨ですね。神降臨。のれん祭りですね。そうですね。すごい当てましたからね。それはもう大きかったですか、やっぱり。やっぱり、いつも、こう自分のやっぱ本試験に対する常に想定とかだと、うん、会計が、会計でどこまで足引っ張って、あ、そこがやっぱポイントの科目だったんですね。そうですね。他でどのぐらいカバーするかっていう予定だったのが、うんうん、他の人よりリードできてるんですよね。できたかもしれない。会計学の平均って低かったので、はい、それは多分他校さんがケアできてなかったとか、理由だと思うんですけど、はい、多分うちの地方生さんはリードできてたんじゃないですかね。そこでかなり。なるほど。だからそのマイナスを想定したところが、どちらかプラスに作用するので、はい、高坂さん、かなり。やったー開いてた。まあ、高坂先生当てますからね。そうです。いや、本当に当てますんで。じゃあ、神降臨ってことですね。わ、はい、かりました。はい。じゃあですね、これからまあ、実務収集、鑑定して、またね、お仕事いろいろ続いていくと思うんですけど、これからの抱負みたいなものってありますかね。まずは、実務収集の、まあ、段階に進めたことに、うん、まあ、いろんな人に支えてもらったんで、うん、まあ、そのこと自体に感謝をしながら、うん、まあ、しっかり不動産鑑定士になれるように頑張っていきたいと思います。うんうん、そうです。最近ちょっと実務収集難しかったですね。そうですね。はい、わかりました。で、最後になるんですけど、多分これご覧になっている方で、これから不動産鑑定士を始められるって方もいると思うんですけど、そういったこう方にメッセージをいただけますでしょうか。まあ、僕は、不動産鑑定士試験の勉強は、うん、勉強を開始時に思ってたよりも、うん、まあ、きつかったし、うん、まあ、めんどくさいなっていう思いが強かったんですけど、うんうん、結果受かってみると、うん、まあ、数年間の勉強で、うん、今後、まあ、数十年とかの自分のキャリアの強みになる武器を得れたと思うと、うんうん、まあ、やってよかった投資なのかなと思ってます。うん、なるほど、なるほど。で、まあ、達成感という意味でも人生で一番大きい出来事だったなと思います。うん、なるほど。ある程度、こう、長丁場で頑張って。はい。で、まあ、頑張れば頑張るほど、確かに、こう、半年とか、その、受かった時の、この、そうですね、達成感大きいですよね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。いや、いろいろと本当お話を伺って、多分いろいろ参考になったことも、ご覧になっている方あったんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。本日の足立さんね、お迎えしていろいろとお話を伺ってきました。はい。では、以上をもちまして、2022年度論文合格者対談ですね、終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。